してって誰でもわかりますよ。トトリちゃんから見てもバレバレなんだ。ごめんね、こればっかりはいくら頑張っても治らなくて。そんな、別に謝らなくても。ただ人見知りなのにどうして受付のお仕事をしてるのかなって思っただけで。お姉ちゃんに押し付けられたの。お姉ちゃん？フィリーさんもお姉ちゃんがいるんですか？うん、少し前まではね。私じゃなくてお姉ちゃんがここで働いてたの。お姉ちゃん結構この仕事好きだったみたいで、長いこと働いてたんだけど、気づいたら30歳。どうしたんですか急に。なんか怖い視線を感じたような。つまりね、いい年齢を超えちゃったの。微妙に言い直した。で、このままじゃ一生結婚どころか恋人もできないって婿探しの旅に出て行っちゃって、その時に私が無理やり代わりに。そうだったんですか。なんかすごそうなお姉さんだな。私のお姉ちゃんは普通でよかった。